マリー・ファン・オラニエ・ナッサウは、オランダの王族。全名は、ビルヘルミナ・フレデリカ・アレクサンドリーネ・アンナ・ルイーゼ・マリー。オランダ王子、フレデリックの次女で、ビート子、ビルヘルムの妻となった。1841年7月5日、マリーは、フレデリックとその日で、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム三世の娘であるルイーゼの間に第4子として、 南ホラント州バスセナールのフイゼでパウで生まれた。マリーは聴覚障害者であり、また姉のルイーゼとは違い美貌の持ち主というわけでもなかった。両親はウェールズ校、アルバート・エドワードとの縁談を進めたが、これに最初の力だったイギリス女王ビクトリアも、彼女の顔を見て破談にするほどだった。結局マリーは1871年7月18日、 この時すでに彼女は30歳になっていた、に、バッセナールデビートコウビルヘルムと結婚した。その後マリーは、夫の給料王である、ノイビートで暮らした。また、バッセナールのフイゼデパウを、父の死去により相続している。1910年6月22日、マリーは、ノイビートで死去した。夫のビルヘルムとの間には、以下の4男2女を設けた。ありがとうございます。